はい、それではガールフレンドカッコ仮実況パート4始めていきたいと思います。ということで山本浩二こと丸上です。こちらの方ですね、前回から少し時間経ったんですけど、まあかなりハマってやり込んじゃってます。こんなにハマったスマホゲームっていうのは今までなかったので、まあかなり新鮮というかよくできたゲームだと思います。まあというよりも多分可愛い女の子がたくさんいるのがいけないんじゃないかなというふうには思うんですけど、うん、まあやっぱよくできてるとは思いますね。ということで、今回はですね、現在行われているイベント助けてマイヒーロー牧場体験編、まあ、こちらの方を少しやっていこうかなと思います。こちらの方はなんか、まあ、概要とかは調べてもらえばいいと思うんですけど、自分ですね、これを少し進めてブロンズキーとゴールドキーっていうやつを、少し貯めたので、今回はこれで女の子を救出していこうかなと思います。ブロンズキーがですね、今1908個 あるので、まあだいぶできますね。で、あとゴールドキーが今31個あるので6回救出できると、まあそんな感じになってます。で、ブロンズキーだと今回の目玉がこの、綾野浩二ミレイっていう、なんか明らかお嬢様な人らしいんですけど、まあこの人が今回の目玉らしいです。まあ、少しですね、ブロンズの方は引いてみて、まあこんな感じで今出てるかと思うんですけど、こんな感じでね、少し出してあります。なんですけど、まあこの当たり的な綾野浩二さんまだ出てないので、こちらの方狙っていこうかなと思います。で、ゴールドキーの方はですね、今回の目玉は、なんかあの、お正月の時の CM に出てた気がする時谷コルリさん。この人が目玉らしいです。で、こちらの方はまだ一回も引いてないので、まあ、こんな感じなのでね、多分、当たらない気しかしないんですけど、まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。で、このやつはなんかこの目玉のカードを手に入れると、2周目に進むことができるということらしいです。だから2周目とか行って、この同じやつをやって合成っていうか、合成じゃないや。あれですね、合体させていけば、まあ、強くなるみたいです。まあなんですけども、期間も期間ですし、この途中から自分始めたんでね、まあそれは無理だと思うんですけど、まあせめてゲットしたいと思っているので頑張っていきたいと思います。じゃあ早速ブロンズキーでの救出をやっていこうかなと思います。では、どうしよう。10回、いや、1回ずつやりましょうか、ここは、あえて。さあ、1回目。久保田。ゆき。これはどうなんだ？普通か。ノーマル。なるほどね。はいはい。じゃあもう一回、行きましょう。さあ、次は？あ、来た！あれ来た？綾野浩二見れ。あ、いきなり来た。早いよ。早いよ。ちょっと動画的にどうなのよ、これ。これ最後の最後で来るのがいいんじゃないの？まあいいか。綾野浩二見れさん。レアリティはハイレア。強っ！強いな。強いな。普通に強いな。はあ。じゃあこれで綾野浩二さんゲットしたので、あとキュピチケットと、レアガールと、あと久保田ゆきさんが何人かいて、あとハイノーマルのガールと、ノーマルガールと、あとゆき炭酸、元気炭酸、ハーフ元気炭酸と、ガンバルンバーと、5000ガールと、500フレンドポイントがあるっぽいんですけど、これはいいかな？いいかな？うん。できれば2周目行って、綾野浩二ミレイさんもう一つゲットしたいと思うので、ちょっと2回目行ってみましょうか。次の救出に進むと、前の救出に戻ることはできません。なんでそうやってビビらせてくるんだろうか。でもいいよね。うん。いいよね。じゃあ次行ってみたいと思います。2回目に進めました。2回目も綾野浩二ミレイさんを救出すると3周目に進めるようになれるということらしいですね。よし、じゃあやっていきましょうか。救出していきましょう。まあ、1回ずつね。まあ、かなり溜めたから、結構あれじゃないか。お、かわいい。アサミケイ。知らない。バレーボール？配球かな？じゃあもう1回。ガルですね。お金はまあそんなにいらないと。
さあ、次は、あ、ちおりさんだ。ちおりさん、久しいな。では、もう一回。ガルト。よし。まあ、飲み物飲みながらゆっくりやっていきましょう。まあ、やっぱ最近はね、秋ってことで、喉がちょっと、イガイガして、今もちょっとあんまり、聞き取りにくいかなって気もするんですけど、まあ、お許しください。今日の飲み物は、ハーフ元気炭酸ではなく、カロリー 50% オフの豆乳飲料バナナです。いや、豆乳ね、自分はね、すごい好きなんですけど、友達にその話したら、豆乳美味しくなくないって言われたんですけど、皆さんどう思いますかね？豆乳、普通に美味しいと思うんですよ。うん。まあ、女子の場合はね、おっぱい大きくなるよ。うん。だから、飲もうね。さあ、南條久美子。知らない人。ハイノーマルか。さあ、来ないぞ。来ないぞ。お嬢様来ないぞ。早見栄子。また知らない人だな。さあ、どんどん行きましょう。まだまだあるからね。また早見栄子。まあ、なんで10回一気にやんないのかっていうと、多分10回やっちゃうと途中で出た場合にね、すぐ次行けないと思うので、まあ、それが怖いという感じです。フレンドポイント。このフレンドポイントっていうのは何に使えるのかな？よくわかんないんですけど、知ってる方教えてください。さあ、まだまだ行くよ。どんどん行くよ。林田玉樹さん。ああ、久しいな。というか、このガールフレンドカッコ借りっていうゲーム、パソコンでもできるんですね。知らなかったです。てっきりアプリ限定なのかと思って。まあ今も Nexus 7でやってるんですけど、パソコンでできるんですね。まあ、こっちでやっちゃったので、まあずっとこの実況はこの絵でやっていきたいと思います。まあこれでやるとね、すごい楽なんですよ。撮るのが。うん。まあ編集がちょっとめんどくさかったりするんですけど、やっぱ撮るの楽っていうのはいいですね。さあ、黒川なぎこ。怖いな、なんか。お試しで聞く。あ、レアだ。聞きますか。おう。重低音、重低音で、重低音、重低音で打ちのめせ。どういうことだ。さあ、日野かなえ。来ないぞ。あ、久保田さんか。久保田さんもういいんだよな。さあ。うわー、ガルか。来ないな。あと808個しかないよ。そろそろ、そろそろ、そろそろ。そろそろ来い。来ないな。さあ、次。来ない。来ない。というか、この、今アプリでやってるんですけど、そう、こんな感じで、ブラウザ版でのみご覧いただけるっていうカードがあるらしいですね。なんで？なんでなの？めんどくさいじゃん、これね。誰だよ、これ。誰だかすらわかんねえじゃん、もう。あ、たまにこうなるんですよね。しかもアプリがちょっとあんま良くないみたいで。さあ、そろそろ来い、そろそろ来い、そろそろ来い。ガンバルンバーじゃないよ、ガンバルンバーじゃ。てか、こういうガンバルンバーみたいな、ああいうやつ最近全然食べてないですね。昔、まあ部活してた時は、大会とかでね、よく食べてたんですけど、最近は全然食べないな。高いしな、ああいうの。さあ、来ない。知らない人ばっか来るの。あとちょっとしかないぞ。元気炭酸。え、あとどんくらいだ？あ、でもまだ結構ある。
よいしょ。ああ、まだあるな。結構あるな。じゃあさっき、早めに当てたのってあれ結構、運が良かったのか。ああ、じゃあまだまだ行きます。もう、全部行きますよ。あと7回しかできないですね。元気炭さん、運が悪い。来ない。ん？なんだこれは。バルコバ、ユリア。あ、知ってるこの声優さん。レアだ。ネイティブ。さあ、次行きましょう。てか、これ結構人いるんですね、女の子。皆さんの推しメンは誰？教えて。さあ、音はユリ。さあ、あと3回。来い。来ないな。来い。来ない。ラストか。さあ、ラストです。行きましょう。最後、ブラウザ版か。最後の最後に知らない人が来てしまった。さあ、じゃあこれでブロンズキーなくなっちゃったので、ブロンズキー救出はこれで終わりで。さあ、では、どうしようかな。では、ちょっと毎回時間が長くなっちゃってるので、今回はここで終わりにして、次回、ゴールドキー救出の方をやっていこうと思います。また、ブロンズキーの方はですね、今後溜まったあたりでやりたいと思いますので、そしたらまた動画にしたいと思います。それかこの後ろにつけとくって形にしておきます。では今回の動画はこれで終わりです。ご視聴ありがとうございました。皆さんの推しメン教えてね。